買ってきたよ。おかえり、あんちゃん。いい服が見つかってよかったね。じゃあ次はどこに行く？って、もうお昼の時間だね。ほんとだ。じゃあどこかでご飯食べよっか。賛成。ちょうどお腹も空いてきたし。それにみのりちゃんに昔のはるかの話する約束もしてたしね。あ、それすっごく聞きたいです。私の昔の話って、そんな約束してたの？うん、みのりちゃんにはるかと昔馴染みだって言ったらすごく羨ましがってたからさ。それで話す約束してたんだけど、すっかり忘れちゃってたんだよね。そうだったんだ。昔の話って少し恥ずかしいな。あの、私昔のあんちゃんの話も聞きたいな。え？私の？うん。小さい頃のあんちゃんってどんな感じだったんだろうって。別にいいけど、今とあんま変わんないと思うよ。ダメかな。そういうわけじゃないけど、ちょっと恥ずかしいだけ。でも私の話をするんだったら、アンの話もしなきゃいけなくなるんじゃない？ああ、確かに。そっか。じゃあ話すと長くなりそうだし、ご飯食べながらにする？はい、お願いします。じゃあ何から話そっか。はい、二人はいつ知り合ったんですか？確か小学校2年くらいの時に同じクラスになったんだよね。うん、その時はそこまで話したことなかったんだけど、5年生でまた同じクラスになって、その時からよく話すようになったんだよね。じゃあその頃から仲良くなったんだね。仲良くっていうとまた違うのかも。アンとは全然性格が違ったから。だね。違うグループだったし、むしろ最初はあんま仲良くなかったかも。え、そうなの？うん、私が最初にはるかを意識したのは、音楽の授業ではるかの歌声を聞いた時からかな。他の子はちょっと恥ずかしがったりふざけて歌ってたりしてたんだけど、はるかは真面目っていうか、いつも真剣に歌っててさ、うまく言えないんだけど、あ、この子は他の子と違って真剣に音楽をやろうとしてるって思ったんだ。さすがはるかちゃん、その頃からストイックだったんだね。そこまで大げさなものじゃないけど、でもアイドルをやる以上歌はちゃんと勉強したかったし、真剣にやってたのは本当かな。すごいね。だから私も負けてられないなって、はるかよりも大きな声で歌おうと張り合ってたな。あの時のアン、すごく目立ってたよね。クラスのみんなで歌うとアンの歌声がすごく聞こえてたっけ。え、そんなだった？なんだか想像できるかも。アンちゃんの声すごく響くから。ちょっと照れるな。でも私もアンの歌はもっと聞きたいって思ってたよ。そうなの？初耳なんだけど。まあ言ってなかったしね。もっと早く言ったよ。あの頃のはるかから聞きたかったな。今だから言えるんだってば。いいな、私もはるかちゃんからもっともっと褒められたい。今だけじゃなくて小さい頃のはるかちゃんからも。みのりみのりちゃんってすっごく素直だよね。そこまではるかのことが好きなんだ。なんか可愛い。はい、大好きです。その音楽の授業で二人は仲良くなったの？仲良くなったのはもっと後かな。うん、それにその頃の私たちはお友達って感じじゃなかったかも。どっちかっていうとライバルだったよね。ライバル？うん、
授業でバスケをやったんだけど、アンのいるチームと勝負することになったんだ。あー、あったね。それでいい感じの勝負になってさ、その時は引き分けで終わったんだけど、そこからお互い意識しちゃってさ、バスケ以外でもいろいろと張り合ったよね。うん、体育や音楽の授業もそうだし、給食の早食い競争もやったっけ。え、はるかちゃんが早食い？あ、でもそこまで意外じゃないかも。そうなの？私はびっくりしちゃったけど。そうだね。あとは勉強の勝負も提案したんだけど、それはいいって言われちゃったんだっけ。だってそれは勝負してもつまんないじゃん。あんちゃん、私もあんちゃんの気持ちわかるかも。勉強はちょっと自信ないし。でもはるかちゃんと勝負できるのならもっともっと頑張るよ。本当？じゃあ今度やってみる？ぜひお願いします。あんちゃん、私たちもやる？あ、私はまあそのうちね。もうあんちゃんってば。けどあの時は楽しかったよね。勝負がついたらついたで、負けた方が次の勝負を宣言して。そうだね。でも結局バスケだけは何度やっても決着がつかなかったんだよね。そうそう、今やったらどっちが勝つのかな。今度フリースローで勝負でもしてみる？いいね、やろうやろう。二人ともすっごく仲良しだね。そうだね。それに、なんていうか、対等に勝負できるような関係なんだね。私はあんちゃんに背中を押してもらってばっかりなのに、二人はお互いに競い合って成長していったんだよね。なんだか、私よりもはるかちゃんの方が。